千葉県で県内の高校の女子生徒や吹奏楽部の部員らがキャンペーンで薬物乱用防止を訴えました。17日に京成千葉駅前で行われた薬物乱用防止キャンペーンでは、県内の女子校の吹奏楽部の部員らが演奏する中、千葉県警の捜査員らとともに警察官の制服を着た3年の女子生徒3人がキャンペーンのグッズを訪れた人々に渡していました。なんでその大麻を買うお金を他の娯楽に使えないのか、使うっていうその発想ができないぐらいには依存しちゃってるのかなと思って すごく怖いと思いますね。参加してから思いましたね。再認識しましたね、薬物の危険性は。千葉県警は今後もこうした薬物乱用防止キャンペーンを続ける予定だということです。